汚染水というのがあったし、うん、その時点からもう環境にどんどん流れていたのであって、なんで今更そんなことに騒ぐのかなと私はむしろ思っています、うん、これからもどん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 漏れてくるわけだし、東京電力が作ったタンクだってこれからもまた漏れてくる、うん、もうどうしようもないというそういう状態になっているんですね。で今岩上さんちょっとその遮水壁のことも言ってくださったけれども、私は2011年の5月の段階でとにかく汚染している現場と地下水との接触を絶たなければいけないと言って、うん、その段階で遮水壁の提案をしたのですけれども、うんうん、最近かつての民主党の政権だった時の馬淵さんっていう人が、内情を暴露してくれましたけれども、うんうんうん、東京電力も遮水壁を検討したと、うん、そしたら1000億円かかってしまうということになって、うん、6月の株主総会が乗り切ることができないからといって、うん、遮水壁をやらないことにしてしまったというのですね、うん、で今になって凍土壁で作るとかいうことを言ってるわけですけれども、うん、あまりにも遅い、もう2年間放置してきてしまって、うん、どうしようもない状況に追い込まれているんですね。でもまあ遮水壁を作るということはもちろん私は必要だと思いますので、うんうん、やるべきだと思います。これは必要ですね。やるべきなんですね。はい、やるべきだと思います、うん、ただしさっきから何度も聞いていただいているようにどんなこともやろうとすると被爆をしてしまいます、うんうん、ですから本当は私はちゃんとした遮水壁を作ってもらいたいと思うけれども、うんうん、それをやろうとちゃんとしたというのは、鋼鉄とコンクリートによる遮水壁を作るべきだと思いますけれども、うんうん、それをやろうとするとまた被爆をしてしまうので、うん、それよりは凍土壁の方が被爆が少ないし早くできるというなら、うん、それをやってもいいと思います、うん、ただし凍土壁は長く持たないと思います。あ、どのぐらいなんですか。要するに経験もないんですね、それも、うん、ですからトンネル工事の時に、一部分だけ凍らせながら掘り進むというようなことで使ってた技術ですけれども、一時的に凍らせるのはまあできるだろうけども、今の遮水壁というのは何百メートルあるいは1キロというような壁を何年もこれから維持しなければいけないということで多分できないだろうと思います、うん、これ凍らせるためには電気を使うわけですよね。そうです。電気切れたら終わり。電気切れたら終わりで、はい、フリーザーと同じですよね。冷蔵庫の冷凍庫と、はいはい、電気がいる。その電気の消耗量莫大じゃないですか。もう多分莫大だと思います。どれだか分かりませんけど、まだ試算が出てない。まだそういうこの多分出てるんだと思いますけど、私が知らないというだけだと思います。でもいずれにしても莫大だと思います。莫大ですよね。そして何か停電があったらそれで終わってしまうわけですから、ですよね、やはり賢明な方策ではないと思います、うん、いずれにしてもちゃんとした遮水壁を作るしかない、うん、で作ったところで、まあ、作る凍土壁にしても完成まで2年と言ってるわけで、きちっとした遮水壁を作ろうと思ったら何年かかるかわからない。それまではまた汚染水がどんどん出てくる、うん、わけだし、それをタンクをこれからも増設しようとしたって敷地には限りがありますので、いつか破綻する、うん、海へ流すということになるだろうと思います、うん、海に流すっていうのはもう大した量じゃないからいいんじゃないか、ということを言ってる人間もいるわけですよ。で、はっきり規制委員会や等で我々を取材し続けてますけど、はい、そこでの言い分はいやもう余計なコストかけてもしょうがないからもうやるんですよということを前提としています。結局そうなると思います、で今、まあ、これまではセシウムという放射性物質を捕まえるということで、うん、ゼオライトという粘土鉱物に、うん、まあ、くっつけて、はい、汚染水の中からセシウムだけを除去しているんですね、はい、でもそれはセシウムを消したのではなくて、うん、ゼオライトという粘土鉱物にくっつけただけなわけですから、うん、その粘土鉱物の、まあ、山というか、うん、がもう今敷地の中にダーッと溜まってきてしまっているわけですね、うん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 、それも大変、どうするかと、うん、はい、それから汚染水の中にはセシウム以外の放射性物質がまたたくさん入っているわけで、うん、そのうちからストロンチウムという放射性物質を除こうとして、はい、今アルプスという装置を作ろうとしたのですけれども、はい、それもやってみたけれどもあっちこっちで漏れてしまったり、うん、あれなぜアルプスは何故障ばっかりするんですか。それは先ほどから聞いていただいているように現場が悪すぎるのです。あ、何をやるにしても被曝をしてしまう。ですからゆっくりとしっかりとした装置を作るというようなこと、そのことがもう許されない。
外部で作った搬入ではダメじゃないですか、もうそれを組み立てたりするわけじゃないですか。どうしてもパイプで結ぶとかそんなこともやらなければいけない、うん、でもそれ一つ一つ溶接できなければバンドで止めたりしてるわけですよね。それでちゃんとした交換でその結べないところはフレキシビルなホースで結んだりしているわけだし、チャッチなホースばっかりですからね、現場行っては本当に見ますけど、もうあっちこっちで漏れてしまって、あるいはその後半の、まあ、管理が悪いんですかね、その腐食してしまって穴が開くとかですね、いうようなことでうまくいかない。あるいはこの間はなんかその工事をした時のゴムを中に置き忘れたということでパイプが詰まってしまうと、これはずっとね、彼らがケチだからだろう、見積もりが甘いからだろう、見通しが甘いからだろう、そのような批判が多かったんです、はい、でもそうではなくて、そういう本格的な交換を持ってくるとかね、あまりにも本当に脆弱な貧弱なパイプですよ、はい、そうではなくて交換を敷いて溶接をして完全にこうしっかりした設備を彼らとしても実はしたい。そうです。で、お金ケチってばかりではない、ケチった部分もあるだろうけど、でもその作業はできない。そうです。それをやろうとすると被爆がどん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 累積してしまうという、そういう現場なんです。じゃあアルプスも東芝とかそれだけが問題なんではない。そうです。あ、はい、でまあ、仮にそれでアルプスというのが完璧にうまくできたとしても、うんうん、ストロンチウム、今汚染水の中に入っているストロンチウムを日本の法令で海へ流していいという濃度まできれいにできるかと問われると、多分それも私はできないと思います、うん、例えば一時期タンクから漏れた廃液の中に1リットルあたり8000万ベクレルのベータ線放出各種があると東京電力が発表したんですけど、多分その、 あの主成分は私はストロンチウム90だと思っています。そして日本の法令に従って海へ流せる濃度というのは1リットルあたり30ベクレルなんです、うん、片っぽ30で片っぽ8000万なわけで、うん、300万倍も汚染が高いという、うん、そういう猛烈な汚染水なんです、うん、だからそれを今ある汚染水を環境に流せるまできれいにしようと思えば逆に300万分の1の汚染にしなければいけないというんですけど、多分できないと思います、うん、こういう私の今いる京都大学原子炉実験所で、まあ放射性の廃液が出てくる、ゆっくり処理できますよ、うん、被爆だってまあそんなに気にしないでゆっくり慎重にいろんなことをやりながらできるけれども、さっきから聞いていただいているように福島のところでゆっくり作業をしようとすれば被爆が次々とまた積み重なってしまいますので、本当に応急で作った装置で、そして被爆に悩まされながら作業をしなければいけないということで、多分300万分の1以下にするということはできないと思います、うん、でも仮にできたとする、はい、仮にできたとしてもトリチウムという放射性物質に関しては一切無力です。無力、はい、何の 手をもう打てません、うん、結局トリチウムに関しては薄めて流せと言うと思います、うん、薄めて流せと、そしてトリチウムは何にも問題はないんだと、こういうプロパガンダがですね、本当に言う人いますよね、はい、実際ね、はい、この間あれ、あの中継入らせてもらえなかったんですけど、あの人、まあ、推進派といいますかね、ちょっと、面倒くさい人、何の前なんだっけな、対談をおやりになりましたね、あの商工会議所で池田のご存だ、はいはい、いかがでした？そういうああいう方はかなり乱暴なこともおっしゃるようですけれども、池田さんのはですね、結局経済なんですよ、彼の立脚点というのは、それで、彼が一番その商工会議所での論争の中で、うん、まあ、言ったことは、今これからはもう原子力発電所を新しく建てるということはできないだろうと、うん、それは池田さんも認めた、うん、でもすでにあるやつをこのまま不良債権、動かさないで不良債権にしてしまうと電気代が4割上がりますと彼が言ったのです、うんうんうん、そして、青年会議所というのはいわゆる経営者の人たちがいるわけで、うんうん、自分の工場を持ったりしているわけですね、そういう人たちが今電気代が4割上がったらやっぱりダメだと
そういうふうに多分判断されたんだと思います。私は実はそんなことではなくて、今がどうのこうのではない、これをやればやるだけ損をしていくんだというふうに私は言ったわけですけれども、うんうん、でも商工会議所の人から見れば、今4割も上がったらもうダメだという、うんうん、そういう判断なんだと思います、うんうん、ですからまあそういう議論はあるし、池田さんの議論はそういう議論なんです。なるほど。多くの人たちがね、大して人も死んでないしね、チェーノブイリだって、はい、そうです、はい、池田さんはそれも言いました、はい、原子力怖い怖いって言うけども、うんうん、放射能で死んでるやつなんていないじゃないかと、うんうん、むしろ石炭の方が怖いんだから原子力いいじゃないかと、うんうん、池田さんは言ったのです、はい、でも私はそれは被爆の危険ということの本質を見誤っていると私は言って、うん、被爆の影響に関しては急性障害と晩発性の障害というのがあって、急性障害が見えなくても晩発性の障害というのは必ずあるんだと、うん、それはもう大量にこれから出てくるはずだと私はそう言いましたけれども、でもいかんせん見えないすぐには、そうなると、うん、まあ、池田さんのような議論はもちろんできるわけだし、経営している人たちから見ると、まあ、今見えないんだからということになるんだろうと思います、うん、でも私は放射能というのは必ず害があるし、長い期間にわたってじわ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 出てくるだろうと思っています、うん、なるほど。でトリチウムの話に戻しますと、トリチウムはとにかく取り除く方法が全くない、ありません。そして先ほどのストロンチウムに関してもこれも希釈するのは難しいと、はい、希釈というか薄めるのは難しい、で薄めるという言いますか、そのレベルを下げるのは難しい、はい、で彼らの考えていることは、じゃあ濃度が高いなら水で薄めて出せばいいじゃないか、トリチウム水で薄めて出せばいいじゃないかと、つまり水割りと同じ扱いで、出したらいいんじゃないかと考えていることはこれだけですよね。そうです、規制費も含めてもう最後はそれしかないです、うん、はい、ですからそれがいつの時点で発動されるかというだけですね、うん、そうなった時どんな影響が出ますか。まあ、あんなふうに貯めてること自体いい、そうすると労力の無駄なんですよ。だからアマもこんなこともやめちゃって、まあ、そこそこ取れるもん取ってセシウムは取ったと、いやもう他はしょうがないじゃないっつって、だったらもうどんどんあのお金の無駄だからさ流そうよって流した結果、ほら海に戻したら海が希釈してくれるでしょって、こういうそれを進めてる推進派の学者は何の問題はないって、海に捨てればいいんだと、こういうこと言ってる論者いっぱいいますから、だからその彼らの言い分に従ってやった場合どんなことが起きてしまうんでしょう。例えばですけれども、うん、人間が放射性物質をばらまいたというのは福島の事故が初めてではないです、うん、その前にはチェルノブイリ原子力発電所の事故があって、福島の事故よりはむしろ多くばらまいただろうと思います、うん、でそれよりもっと前には大気圏内核実験というのがあって、1950年代から60年代に空中でボンと原爆水爆を爆発させるわけですから放射性